練習62は、これはスペイン語で書いてあって、読めませんけれども、英語で言えばハーモニクスのエクササイズという意味だというふうに思いますね。カルビさんの全部開放弦のハーモニクスを使うわけですが、12フレットのハーモニクス、7、5、その3種類を使っているわけです。5フレットのハーモニクスはなかなか出づらいので難しいということと、ハーモニクスは左手を目で見ないとちょっとなかなか出づらいですね。12フレット、7フレットぐらいはまあ大体で当たるんですけど、5フレットは目で見てないと辛いので、譜面と左手を代わり番号で見なければいけない、この目配りが難しい。練習すればアンプしてしまうぐらい辛いんですけども、練習して、目配りの練習しないと曲としてなかなかならないと思います。時間的なコントロールなんか難しくてうまくいかないと思いますが、一応こうやってみます。左と、を見てしまうので、目を楽譜に戻したときにどこを見ているか、おはようございます、分からなくなる危険が今も何回か起きましたけどね。でもまあこういう曲です。5フレットのハーモニクスを出す練習をしっかりしておかないと曲にならない。今日はご期待しております。